2018年のさ、あの、ロシアワールドカップのアルゼンチン対フランス見て思ったんだけどさ、あれじゃねエンバペ右サイドでよくね <laughs> って思っちゃったんですけど。うん。そう、4対3だったんですけど、そう、エンバペ2点決めてさ、フランス勝ったけど、この時のエンバペすげえ良かったんだけど、右サイドで。今さ、左サイドとかさ、トップやってるけどさ、右サイドでいいよね全然。うん。それだったらさ、レアルのさ、 問題も全部なくなると思うんだけど。うん、左、ビニシウス、右、エンバペ、真ん中はまあ、エンドリッキとか、ロドリゴとか、うん。それ使えばいいだけだからさ。うん、真ん中にマジでこだわる必要ないよね。今、フランス代表ではさ、エンバペ真ん中になってるし、あとは、レアルでも、そう、真ん中だし、うん、ちょっと、右サイドっていう、でやるっていうのをね、ちょっと思い出してほしいね。 正直さ、2022のワールドカップでもさ、決勝のエンバペが凄す,すぎただけでさ、普通のアベレージで言ったら2018のエンバペの方が全然凄かったと思うんだけど。まあ、でもエンバペだからさ、真ん中でも回数こなしだけばできるようにはなると思うんだけど、ただの波の選手になっちゃうと思うんだよな。エンバペアプリサイドがいいなっていうのがね、思ったな。